みんな一緒に遊ぼうよ。月曜ストスタークラブ。どうも皆さん、さあ今週も始まりました月曜ストスタークラブでございます。はい、さあというわけで、今週の月曜ストスタークラブなんですけども、はい、なんか重要な発表があるということなので。そうなんですよね。ちょっとあの伊藤さんの方からよろしくお願いします。はい、我々ストロングスタイルコンビを組んで、8年目、はい、T ライズにお世話になってコンビを組んで8年目でございますけども、なんと今回 T ライズを辞めることになりました。今まで本当にね、お世話になりました。どういうことですか。各種関係者の皆様そんなにいないけど、お願いありがとうございました。いや違う、ごめんなさい、説明補足しますと、はい、この月曜ストスタクラブが、はい、そのアップされている T ライズのチャンネルから抜けて、うん、その我々ストロングスタイルのそのチャンネルとしてやっていくっていうだけです。なるほど。なのでまとめると、はい、T ライズをやめます。違うんすよ、 T ライズはやめません。本当にありがとうございました。フリアさん、いや T ライズはやめないんですよ。ん、やめない。 T ライズに残ってます。残ってんの。残ってますけども。何その、何、どういうこと。俺の隣にものすごいアホの子がいるんですけども。何、ちゃんと言って。いやだからちゃんと分かりやすく、だからそのこの YouTube に上がってる動画だけが、動画だけがやめる。そう、 T ライズじゃやめた。動画をやめる。うるせえなお前。黙って聞けよお前、ごちゃごちゃ言ってねえで。いやだから、うん、ねえ、だからその月曜スタスタクラブが、うん、ストスタのストロングスタイルのチャンネルとして独立しますよと。なるほど。今までは T ライズのチャンネルとしてやってましたけど。はいはい、だからそういうことです。なるほど、ええ、独立して僕らがチャンネルを持つと、ええ、ただ今まで通り、うん、この運営、うん、フリアさんが全てやってくれるという。じゃあなんでやめるって言うんですか。何も変わんないんですよ。でもこれもこの方針もフリアさんのね、そうそう、あれですもんね、勝手に決められたことですか。うん、やめろやめろやめろって俺はもうギリギリまで言ってたんですよ。いや冗談じゃねえと、うん、俺たちは T ライズの人間ならなんでやめなきゃいけねえんだって、うん、言ってたんですけども、うん、なんかその方がいいらしい。なるほど。俺もよくこのシステム自体は詳しくは知らないんですよ。僕もですね、古谷さんにそう言われて、うん、はいはい多分ね、こうやってね、おじいちゃんおばあちゃんたち騙されてくる。あの振り込め下げとかそうだと思うけども、うん、やめて、こう独立するんですよ、うん、はい、うん、はいはいはい、あ、出た、エスバイトさん、ということでね、はい、今まで通り、うん、もうやる内容とかも、うん、そんなね、変わらず、うん、方針としては僕らで楽しいことを、はいはい、皆さんと一緒にやっていければなと思ってますので、はい、ね、なので、ちょうどね、この左上の方になんか出すと、うん、いうことなんで、そのリンク先が、はい、その新しい我々ストロングスタイルの、チャンネルと、うん、いうことになるそうなのでね。なるほど、ぜひ皆さんそこから飛んでいただいて、我々ストロングスタイルの方のチャンネル登録していただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今回のこの動画、まあ、こういった報告もそうなんですけども、うん、ちょっとその最後の部分、あなたが右手折れてます。そう、ずっと折れっぱなしですから。 T ライズのチャンネル登録よろしくお願いしますって言ってるんですよ。はい、そこをだからもう T ライズも関係なくなるんで。なんでですか。なんで僕ら T ライズじゃないですか。古谷さん、僕ら T ライズの人間っすよ。どういうことなんすか。伊藤さん、僕ずっと説明してたじゃないですか。隣でなぜわかんねえんだバーカー。だから今ここの動画内でどういうのやろうかっていうのをちょっと考えてほしいっていうことなんですけど。よし、じゃあ2人で考えましょう。うん、考えましょう。いやだからもうさ、おい、沈黙、ずっと沈黙してんの見てることになるぞ。皆さんが、だみんなが送ってきてくれればいいですよ。こういうのやってほしいですね。乳首相撲とかでもいいんだよね。いや、なんで乳首相撲なんだよ。お前ほんと乳首好きだな。ほんと乳
首好きだなお前は。本当好き、俺乳首好きだ俺なんだ俺乳首好きか俺は乳首みたいな顔しやがって、乳首みたいな顔 しやがっていやもうそれでいく乳首みたいな顔しやがって皆さんストロングスタイルのチャンネル登録よろしくお願いします乳首みたいな顔してるけどねって乳首の絵描き歌は丸描いて丸描いてチークビッてこんなやばいなこれ。今のでね多分チャンネル登録人数5人ぐらい減ってますからあ、伊藤賀さんのやっぱりその特徴を生かした方がいいと思うんですよね。おこの顔にピンときたらこの番号までみたいな、やがましいわ。いや誰が締めてやがんねんこの顔にピンときたらじゃねえよ。まずは110番みたいな。いやまずは110番でお前チャンネル登録の前に110番されてどうすんだあれどうですか、あの2人でモノマネでコメントを言うっていうのは。おおモノマネ、伊藤賀さんやっぱりそのモノマネで、うん、もう最大の武器じゃないですか伊藤賀さん、飛び道具。はい、柳葉敏郎さんのモノマネ。いや俺やったことねえだろ。伊藤賀さんの一番得意なモノマネってあれなんだっけかな。俺何してんだよ俺髪型もサングラスもヒゲも。あすごい鈴木雅之さん。もうお涙はいらない。なんでお前もやんだよそこ俺に花持たせろお前これだから言われてんだぞお前お前振りができない男っておいやだやだ、うわどうしようお笑いが下手くそになってやりたくて、やりたくて、ね、自分もやりたくて、うん、だからお前今鈴木雅之さんのモノマネやってましたけども、うん、もうどう考えてもやっぱトシちゃんなんが出てきちゃってるな。もう涙はいらない。あ出てきた出ましたよトシちゃんだ。出ましたよ、伊藤さんの中のトシちゃんが。じゃあモノマネでいきますか。やっぱ伊藤賀さんのもうガッツリともう本人公認やってるね、うん、その長さんのモノマネでガツンとコメント言って、うん、俺のその隠れてやってるトシちゃんのモノマネを差し込むっていうのうん、でも好評だもんね、一部の人には。そうそうそう、うん、まあ、これを認めてくれても2人しか知らないです知らないですけど、昔そんだけ言われて、あのすごい面白いって言われて、うん、調子に乗ってライブやつダダ滑ったマジで。あの時ちょっと怖くなかった。キヨも面白いっつって、うん、あのディレクターさんも、うん、この面白いって言ってくれる人がいて、うんね、そうやるとその人みんなとロケ行く時笑ってくれるんだけど、うん、これ調子に乗ってライブでやったら、うん、ダダ滑って。多分トシちゃん知らなかったんじゃない。知らないのかな。ちょうどいらっしゃったお客さんがたまたまね、うん、たまたま知らなかったっていうだけ。覚えてますよ、あの時の俺がモノマネやった後の伊藤賀さんのツッコミが震えてたの。震えてたの、ね、目がへぇっていうこんなにっていう俺よりもびっくりしてたのというわけでございましてですね、この動画の最後に、はい、その新たなエンディング部分というのをね、うん、収録したものを使っていきますので、我々この月曜スタスタクラブでねやっていくこと自体は変わらないですけども、うん、ストロングスタイルのチャンネルとして、設けるということなのでですね、ぜひ皆さん変わらず動画見ていただければなと思います、はい、随時ねコメント欄の方で、皆様から、我々ストロングスタイルにこんなことやってほしいなとかね、いろんなこと、好きなこと書き込んでいただければなと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。というわけでございまして、今週は以上でございます。また来週です。Get them! 月曜スタスタクラブ、スタスタチャンネルに登録してね。登録はこちら。最新動画はこちら。誰だよ。トシちゃんだよ。トシちゃんだったのかよ